また会えたね、フレデリック。この事件は君たちが考えるほど複雑ではない。慈悲なき刑事は様々な策を巡らしているように見えるが、その目的はただ一つだ。それは不変不滅の生命の創造。生命？そう、今の人類に成り代わる新たな人類を作りたいんだ。それ聞いた、てめえの腰巾着にな。だがこれまでの事件と関連はあるのか？ビッグファイブという言葉を知っているかい？ああ、大量絶滅のことだな。同時期に多くの種が絶滅することだ。オルドビス期末、デボン期末、ペルム期末、三畳期末、白亜期末。これまで地球は5度の大量絶滅を経験している。恐竜の絶滅などは皆にも馴染みがあるだろう。そう、だけどそれは地球に限った話ではない。全宇宙的に同時に起こっているんだ。絶対確定世界の瞬間にね。絶対確定世界？なんだそれ。バックヤードには2つの情報有機体が存在する。そうね、アダムとイブとでも呼称しましょう。アダムとイブは意志や知性を持たない。お互いただごく稀に出現しては消滅を繰り返しているの。でもその2つが同時に出現すると、現世とバックヤードは境界が曖昧になり一時的に融合する。それが絶対確定世界と呼ばれる状態。そしてその状態に耐えられないものは絶滅してしまう。最近の情報体フレアの異常はその兆候ということか？いや、待てよ。そうか、慈悲なき刑事の狙いはそのアダムとイブを新たな人類にすることか。当たり。アダムとイブは絶滅に耐えられる存在、不変不滅の条件を満たしているの。いや、当たりって難しい言葉だから聞き流したが、そのアダムとイブは情報なんたらだと言っていたではないか。それがどうして人間になるんだ？僕の師である第一の男は、再び絶対確定世界が起こらないようにアダムとイブをそれぞれ2つの種に封じ込めた。種？種だと？一つをユノの天秤と名付け、そしてもう一つを背徳の炎と呼んだ。なんだって？ということはそれがギア細胞の起源か。待て待て、誰がこんな神話を聞かせろと言った？慈悲なき刑事はなぜそんなに人間を作りたいんだ？そうだね、それじゃあ昔話をしよう。ある男の現在を。かつてまだこの世界に魔法がなかった時代、一人の賢者が異世界バックヤードを発見した。バックヤードは神羅万象を司り、この世の真理を知ることも世界を思いのままに作り変えることもできる場所だった。賢者はその場所から一つの夢が叶うと考えた。それは人類の幸福、それが永遠に続くことである。賢者はその方法を探るため一体のロボットを作った。与えられた使命は人類の揺らぐことのない幸福、その方法を探すこと。またいかなる結論を出したとしても人間を傷つけないこと。この使命に従いロボットは膨大な学習を始めた。しかしある時一つの疑問にぶつかってしまった。
人間とは何であるか。学習を重ねるたび、人間が複雑な存在だと知ったロボットは完全に定義することを諦め、結論を得ないまま自ら解釈を作り出した。人間には魂がある。それは漠然としながらもロボットが唯一納得できる答えだった。そしてある日、長い時を経て、ついにロボットは未来を予測し終えた。意外な結末を。その結末とは、人類が文明の発達とともに、やがて自らの意思、その選択の自由を失う未来だった。人は夢を見る。人は意志を重んじる。人は愛を持つ。それらの人間的な衝動を魂と仮定したにもかかわらず、人間は将来的にそれを失うと予測した。自らの使命は未来永劫を続く人間の幸福を探すこと。しかし人は永遠に人ではいられない。その上でロボットが使命を完遂するには、一つの結論を出さざるを得なかった。この世界にまだ人間はいない。この日を境に、彼の目的は魂を持つ者、普遍の衝動を司る真の人類を作ることになった。そして同時に、現人類は守るべき対象ではなくなった。ロボットの反乱を知った賢者は、説得を試みるためバックヤードへ向かったが、戻ってくることはなかった。残された彼の弟子たちは、それでも死の帰りを待ち、それぞれがロボットを説得する方法を模索した。一人は人々の知識を共有させ、人類を成長させる道。一人は文明を一定の水準で停滞させ、人類を成長させない道。そして後に弟子たちはギアメーカーや元老院となり、ロボットを慈悲なき啓示と呼ぶようになった。ロボット、慈悲なき啓示が？便宜的な呼び方だけどね。正確には情報生命体。でもそれも昔の話。今は人間なのよ。人間だと？ちょっと話を整理させろ。そう、あなたたちと同じ人間になったの。だから最初に言った通り、今の慈悲なき啓示は人の心理を読める。なんと。では率直にお聞きしたい。あなたたちは慈悲なき啓示の正体を知っているのですか？ええ、知っているわ。誰もが知っている人。慈悲なき啓示の正体は、現世をアリエルス。ふざけたことを抜かすな。落ち着けレオ。落ち着けだと？なんでお前は。いいか、ギアメーカー、確かにお前には数々の危機を救われた。だが今の話だけは聞き流すことはできん。我々イリリアの民は国と西王様に忠誠を誓っている。軽々しくその権威を疑ったりはしない。それを。それは信仰かい？それとも職務？どっちもだ。では
どちらも改めなければならない。だとしてもお前は信じられん。しかし、ならばなぜ今まで直接仕掛けてこなかったのですか。チャンスはいくらでもあったはずだ。君が言っていた通りだよ。慈悲なき啓示は人間の意識を標的にしているからだ。あれには本来時間の概念がない。現人類が勝手に自滅するのを待っていてもよかった。しかしフレデリックや僕の妨害に遭うことで自分が使命を果たす前に滅ぼされる可能性を認識した。だから人と同じ価値観を持ってこれに対処する必要があったんだ。ざれ言を。な、黙ってろ。話はまだ終わってねえ。フレデリック、ソルだ。何度も言わせるな。お前もギアメーカーだ。本当の名前は何だったかな。さっきから聞いていれば、その第一の男ってやつが人類を危機にさらしたように言ってやがるが、てめえはどうなんだ。ギアを作り、戦線を起こし、今もなお何かを企んでいる。しかし、この話を信じるならば、ギアメーカーは慈悲なき啓示からずっと我々を守ってきたことになる。ああ、元老院もな。だが実際はどうだ。奴らは何をした。なぜラムレザルは死んだ。僕は自分が善人であるとは言わない。だが今の話に嘘はないよ。ならなぜギアを作った。軍部の介入を阻止できなかった。プロジェクトから抜けることもできたはずだ。なのにお前はギアを作り続けた。ギアを戦争の道具にしたくなかった。僕が作った知識共有のシステムを使えば兵器となった全てのギアに指令が出せる。戦争を止められる。そのためには初めから開発に加わる必要があった。だから僕はジャスティスを作ったんだ。大層な理由だな。だが肝心な説明が足りてねえ。なぜ俺をアリアをギアにする必要があった。アリアのためだ。な、君も知っている通り、アリアは死の病を患っていた。そして僕も君と同じく彼女に冷凍睡眠を提案した。その時治せない病だったとしても、未来にはいつか治療法が見つかる時が来る。いや、僕が必ず治してみせると思ったからだ。しかし彼女はそれを拒んだ。それはフレデリック、君と共に生きる時間を少しでも長く欲したからだ。アリアの意志は固く、説得は無駄に終わった。だが僕にはどうしてもその現実を受け入れることはできなかった。そしてたどり着いた結論は一つ。アリアが治療を受け入れるたった一つの理由。長い時を経たとしても再び君に会えること。そのためには君が不滅の存在となる必要がある。ふざけた言い逃れをするな。その結果がどんな様か見てから物を言え。人類は滅びかけ、俺は、俺がジャスティスを、アリアを殺したんだぞ。アリアは死んでいないわ。何？ジャスティスが初めて暴走した時、アリアの魂は救済できたの。半分だけだったけどね。それが私、アリアの半分。そして私が器に帰れば、ジャスティスはギアではなく正真正銘の人間となって復活する。彼はずっとこの時のためだけに生きながらえてきたのよ。そ、今の話、全てを信じることは難しい。
だが疑っている暇もない。皆さんは話を続けてください。ソル、お前の長きにわたる因縁は決して他人が口を挟めるものではないだろう。お前がどんな結論を出したとしても、私たちにそれを止められる力はない。だが残された時間もない。我々にはギアメーカーの協力が必要だ。だから今は少しだけでいい、私とここにいよう。